はい、次はですね、2種目目、スプリットスクワットやっていきます。これもメインは大腿四頭筋です。前ももの筋肉メインで鍛えていきます。で、このスプリットスクワットは個人的にかなり重視していて、まあ、スプリットスクワットかブルガリアンスクワットを時期に応じて使い分けてるんですけども、この種目を取り入れたことで、去年の私の足ですねが、まあ、かなり進化したっていう風に感じてますので、できればね、これもしんどすぎて絶対にやりたくないんですけども、まあ、効果は抜群なんでですね、競技やめたらもう絶対に外してやるって思いながら、毎回やってます。まあ、ブルガリアンスクワットとかスプリットスクワットなんですが、普通はねダンベル使ってやる方が多いと思うんですけども、私も普段使ってるジムのもうダンベルの重さが足りなくなっちゃったんで、仕方なくバーベルでやってます。まあ、バーベルでも慣れればダンベルと変わらないぐらいの安定感でできますので、ぜひねダンベルちょっと軽すぎてできなくなっちゃったっていう方はバーベルにチャレンジしてみてください。これももう息が持たないんでですね、片方終わったら一回休憩して、でもう片方というふうにやっていきます。スプリットスクワットのフォームなんですけども、四頭筋を狙ってやるので、膝はあえて出せるだけ前に出します。もう余裕でつま先よりも前に膝が出るので、しっかり膝を前に出してしゃがんで、ちょっと後ろに向かって蹴りながら上がってくる感じでやってあげると四頭筋にしっかり負荷がかかってきます。ああ、しんど。はい、水止めいきます。はあ、このスプリットスクワット、ブルガリアンスクワットを取り入れて、だいぶ僕の大腿四頭筋が、進化したっていう話をしたんですけども、具体的にどの辺が良くなったかというと、この膝の内側のところ、内側後筋と、あとは四頭筋とは違うんですけども、この内もものところ、内転筋、この2つが特にですね、大きくなってくれたおかげで、もう大回りの太さはもちろんなんですけども、実際に絞り切ってステージに立った時の見栄えが、劇的に改善しました。なんでそんな良くなったのかなって考えたんですけども、スクワットと違ってつま先を正面に向けたまま、ある程度深くまで、しっかりしゃがめるっていうのが、いい方向に作用したんじゃないのかなと思います。どうしてもスクワットで深くしゃがもうとすると、
柔軟性の問題で、やっぱりつま先はハの字に外に開いて、足幅もある程度広げないとしっかり深くまでしゃがめないんですけども、ブルガリアンスクワットとかスプリットスクワットの場合はしっかりつま先を正面に向けたままでもパラレルぐらいまでしっかりしゃがんで動作を行えるので、スクワットみたいにハの字で動作をしたところで刺激がね十分いってなかったところ、特に私スクワットだと大体直筋、前もものこの辺のところとか外側後筋外側なんかが主に発達をしていたので、その分遅れていた内側後筋とか内転筋に、だいぶ刺激が入ってね、成長が追いついてきてくれたんで、バランスよく見栄えのいい足が作れるようになったんじゃないかなと思って今も続けてます。はい、じゃあ反対右足いきましょう。右足やってましたよね。やっぱ忘れるんですよ。忘れるんですよ。よいしょ。このスプリットスクワットの最後3セット目ぐらいになってくると、もう筋肉よりも息が上がってですね、酸欠で頭が痛くなって、視界も霞んできてですね、もう倒れそうになるんですけど、やっぱり目標にしている選手の方がですね、まあ何人かいまして、特にね SNS なんかではすごい人いっぱいいるんですけど、特にやっぱり私足の強い方、足の大きい方っていうのがすごい好きで、私もそういうボディービルダーになりたいなと思って、そういう足の強い人、大きい人のトレーニングをよく見てるんですけど、そういう方って私なんか比べ物にならないぐらいすごい重量でトレーニングするんですよ。ある方なんかはボディービルダーなのにですね、スクワット270キロ上げたりとか、足トレの最後に220キロでスクワットのセット組んだりとかですね、そういう本当に頭をかしげるトレーニングしてるんで、そういう人たち見てるとね、私もこんな重量でやめてたらあかんなっていうふうに自分を奮い立たせて、ラストいきます。ふぅ、よいしょ。Ah.